この番組は福岡の観光資源であるサブカルチャーの活性化を目的として放送しています。ブラジリアン柔術、プロレス、演劇、アニメ、特撮、映画、音楽、コスプレ、アイドル、バーチャル YouTuber、ラーメン、ダンス、そしてなんとフラメンコの世界にまで何でもありありのバリカタテレビです。協賛協力各社の紹介です。ブドウビデオスジャパン、バリカタテレビを見てブドウ商品が 15% オフになるクーポンコードをゲットだぜ。筑紫野建装株式会社、レンタル道場予約受付中。株式会社リング、九州最大級の品揃え、格闘技プロショップ福岡勇、総合格闘技ブラジリアン柔術、クロスフィット、博多駅から歩いて10分、カルペディアム福岡。キッズから女子、大人まで初めてのブラジリアン柔術でも安心安全しっかりサポート。マーシャルアーツコミュニケーションのパラエストラ中川井出道場、博多魂豚骨ラーメン竹林大橋店、ブラジリアン柔術を広める熱い親父たち OJJ、 博多サブカル研究室、サンダーバードサブカルチャーコミュニティラボ、リュマオ .org、 ラスコンチャス、柔術ナール、セフリ産経、大山からの贈り物、糸の天然水炭酸水、レモン風味の炭酸水でおなじみの株式会社スターナイン、福岡九州から世界へ発信、映画電気クラゲのインシデント制作委員会、七転び八起きくまモンの起き上がりこぼしでおなじみの阿蘇一番屋様、いつもありがとうございます。博多天山町絶品肉料理ゾノブリアンの提供でお送りしています。他バリカタプロジェクト協賛各社の提供で、生放送は YouTube のバリカタテレビにて、録音放送は YouTube バリカタテレビチャンネルでお送りしています。番組への参加は Facebook バリカタページからお願いします。バリカタテレビに出てみたい、ゲストに呼んでくれ、会社の宣伝をさせてくれ、あライブや大切イベントなどの告知をしたいというかな、どしどしメールをFacebook にでもご連絡ください。よろしくお願いします。息切れが走ってきたっちゃろマラソンではい、はい、こんにちは皆さん、チームサプライズです。せーの、バリカタ。
せーの、マイドバー。会社は明るく、社長は男、機械は最新、社屋は斬新、作る喜び、男の仕事、可愛い女性も活躍中。キヨマ総合テックを買う、さあ一緒に働こう。バリカタ TV をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。福岡勇美、高橋です。西川です。ただいま新商品続々入荷中です。こちらボクサートランクス、かわいいボクサーキーホルダー、皆様ご来店お待ちしております。お待ちしてます。せーの、バリカタ。はい、ちょっと前後しましたけど、はい、察してください。すいません。はい、ね、先週から宣伝し始めた10月6日中井祐樹先生の格闘技セミナー、新バイタル充実セミナーをします。場所は福岡県春日市の総合スポーツセンターです。はい、なんか別の動物がいるみたいです。はい、予約受付中。はい、今日もポスターも振ってきたので渡しますので、ぜひマスタージャパンさんに持って行ってください。よろしくお願いします。はい、メール予約をして、振り込みだと安くなります。当日受付より全然1000円ぐらい安くなるので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、はい、これね、長いです。そう、中井先生はこの前日曜日、土日全日本行ってきました。その話も今日したいんですけどね。聞きたいです。はい、まあ、中井先生、会ってきました。で、まあ、全日本暑かったですね。まあ、暑いの、夏で暑いのと、もう激闘が暑いのね。すごい戦いの連続で、はい、もう見るだけでもね、手に汗握る戦い、面白かったって感じですね。いいな。はい、もう見た方がいいですね、ああいうトップどころの戦いはね。はい、そしてこれはなんだ。あ、そう、もうエントリー終わっちゃったんで、あ、もうこれまた別のになっちゃった。これは、2種類あります。QR コードもあるのでポーンと飛びますので、はい。そしてこれ12月8日の、ドゥマウ九州国際オープン選手権ね。はい、もうなんか定番になっちゃったかな。はい、12月のラスト、九州ラストかな。また4枚もポスターね、作ったんで大変でしたよ。100枚ずつ頼んで、はい、お金もかかっちゃってます。だけど一応これ、今度またみんな大会のね時に置いておくので、はい、もちろん表彰式の時にも持って行ってください。どんどん自由に持って行ってください。でまたそれで表彰式写真撮ってもらえると嬉しいです。はい、はい、中井先生のもね、持って行ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ次、はい、そうで、ここに戻るかな。はい、もっと詳しく、はい、10月、あ、これよいしょ、中井先生ので10月6日パラナガ10周年記念、パラナガはついに10周年なんですよ。それの記念しての特別企画、はい、中井祐樹先生新バイタル充実セミナー&練習会、はい、一応時間は12時半からスタートしてますので、よろしくお願いします。3時半までかな、はい、予定では。いっぱい人数これ来ても大丈夫です。 100人ぐらい大丈夫じゃないかなと思います。はい、よろしく。そしたら次行こうかな、やっと。はい、じゃあ、どうぞ。柔術ザマイブドイです。よろしくお願いします。やっぱ台風やけんね、ちょっとね、はい、ちょっと頭やられてます。台風で飛ばされたっちゃろ。ね、もうヒューで飛んでいったけ戻されて振り出しに戻るになったっちゃろ。前かがみになって歩いてきました。はい、傘とか差したら飛んでいくもんね。メリーポピンズみたいに。はい、気をつけてくださいね。だから本当風は強いんで、雨はね、もう止んでるけど風が強いんで気をつけてください。そう、だから
今日来るときはね、スイスイ来れたんですよ。車も少なくて、はい、だから帰りがちょっと怖い。そう、帰りが混むんじゃないかというのが心配。あ、キューピーです。よろしくお願いします。イエイ。はい。そして、まあ、もう場所はね、もう最近もうずっとここ、新秘密基地です。はい。で、はい、じゃあこれ読んでもらおうかな。本日は日付どうぞ。令和元年8月6日火曜日、イノシシ年、鹿を追う者は山を水。これはどういう意味？ですね、利益を得ることに熱中している者は他のことは心見なく顧みなくなる例え、顧みなくなる例えのことを鹿を追う者は山を水。心見なくだな、このね。まあまあ、はい、一応漢字はそういう風になっているので、はい、間違いないです。大丈夫、はい。そして今日は 何の日かっていうことでしょ。今日は何の日、もう見らんでも言えるよね。いや、1945年8月6日には広島市と同日ですね、長崎市に原子爆弾が投下され、広島では10万人以上の…ちょっと待って。同日に落ちてない、広島と長崎は。広島が今日で8月6日で、長崎が9日よ。本当だ。まあ、9日に…同日って どう9日って書いてやん。うん。どう、うん、はい。いや、もう…まあ、1945年って同年っていうことね。そう、同年。はい、だ同4…14万人、うん、10万人以上のが亡くなって、うんうん、この長崎では7万人を超す死者が出たという。もうどうでした、小学校の時とか。そういう行きました、修学旅行。夏休みとか絶対学校に行きよったよね。今はほら、はい、出てないみたいのが当たり前みたいですけど、自分たちは必ず、だって45日ぐらい夏休みがあって、その間に必ず2回ぐらいは行きよったような気がする。お盆前と、やっぱね、みんな元気してるかっていうことで、なんかね、でその時なんか夏休みの宿題終わったとか言ってみんなで言いよったような気がする。でその時に必ず広島と長崎のね、原爆の話を聞いたり、うん、なんかね、なんかいろいろそういう教育受けてたよね。受けてた、忘れないようにっていうこともあるし、そうですね、で修学旅行も必ず広島とか長崎とかね行ったし、まあ、もちろん自分たちのとこ九州だから広島長崎多いんで、もう当たり前のように。そうですね、今なんかそんなのがなくなって、ディズニーランドとかね、 UFJ とかなんかそういう方に行っちゃってるみたいなんですけど、私はお母さんが本当に被害者というか、うん、両親を戦争で亡くしてしまって、うんうんうん、やっぱ頃は多かったと思うんですけど、うん、戦争時代に生まれた方は親が亡くなって親戚に面倒を見てもらったり、一人で生きていったりみたい な、うん、なんか壮絶な話をすごいよく聞かされていたので、うん、学校に行ってもなんか 入ってくるというか。今日もサイレンになったよね、起きとった。まあちょっと、まあ、途中文章の途中だったけど、あれ避難勧告じゃなかったんですか。まあ、それもあったかもしれないけど、確かお昼やった、黙祷、僕なんか必ずそういうのがなってたような。で、まあ以降この両日を忘れてはならない過去として刻むために、広島長崎それぞれについて原爆の日、または原爆日、原爆記念日として、はい、俳句でも読まれてるって書いてますね。秋の、うん、夏または秋の季語にもなってますと。そうだから、俺 もちろんね、必ずそういうって、もちろん広島のとかも歌も多いしね、長崎の歌も多いんですけど、だからすごいね、1945年からそこからまた日本の復活っていうと、復興っていうの、はい、すごい、この、まあ、もちろん最近も大震災とかもあったけど、その復興のパワーが日本はすごいなと思うね。だって、まあ、もちろんその建物の跡はね、ちゃんと忘れないように残してるけど、ね、普通にちゃんと広島の人たち、長崎の人たちはね、まあ、そこに住んどけばね、絶対忘れることはないんでしょうけどね、違うところに住んでる人ってね、なんかこう、まあ、
日にちとあれだけは覚えていてもね、やっぱ忘れがちになるので、はい、まあ、せめてこの日だけはね、はい、まあ、大体ニュースでもいろいろ言われて、まあ、動画とかが流れてると思いますんで。初めて映画を見たのが裸足のゲンだった。そうですね、大体自分たちの時代は裸足のゲンで、うん、コミ、はい、図書館にも必ずあって、うん、そう、大きいやつとか、今ちっちゃい文庫本サイズもあるんだけど、だけどあれが、あれ何 PTA？ それとも何かのして置いちゃいけないとか、そういうのになってるみたいで、今ですか、うん、それは良くないって言ってる人もいるし、俺も良くないと思うよ、はい、まあ、もちろん絵の描写がね、それは放射能を浴びてこうビヤーンってね、皮がめくれたり、こう大変な映像とかだ、それだから実際本当のことなんで、うん、そんなのに目を背けちゃダメでしょ。うん、そうですね、うん、目を背けないでください、うん、だって裸足のゲンっていう映画もあったし、俺確かね、文庫本で持ってるよ、まだ未だに家にあると思う。うん、まあ、そう、ちょっとこういう話するとね、うん、だけど、まあ、8月6日に今日放送あってよかったなと、こういう話ができただけでも、はい、はい、そしてでもう一つ、まあ、語呂合わせでハムの日、はい、8月6日なのでハムの日、うん、なんか今日俺ツイッターでなんかそのハムの日っていう誰かがね、まあ、軽く語呂合わせでつぶやいたら、はい、なんか失礼なっていうかね、もうその原爆の記念日なのになんでそんなギャグじゃないけどね、それはそれ、これはこれです。そうだから、それでそんなのに なんで噛みつく人がいるんかなと思うのが俺ツイッターの凄さでもあり、ツイッターの恐ろしさよね。そうですね、なんかだってあれつぶやきやろ、投影です、あの彼らの投影で、その なんかもうそこで全部語っちゃうとどうしようもないよね、はい、まあ、流れるのも早いしね、反応するのをやめましょう、するしかない、びっくりですね、最近びっくりドンキーです。びっくりドンキー別にあの、はい、その軽んじてるわけではないです。そうそう、全然そういうことはないよね、すごくあの、うん、ただその人はそれを知らなかったというだけでうーん、だけど改めてそれをね、ああそういう日なんだっていうのが分かっただけでもいいんじゃない、ハムの日もありますよっていう、はい、まあ、うん、ということで、コマーシャル、勝田さん、はい、皆様こんにちは、勝田整骨院鍼灸院の勝田でございます。8月11日日曜日、木山総合体育館で、南日本柔術選手権大会がございます。当日はおそらく暑いと思いますので、熱中症には十分気をつけて、また当日、会場に、いますので、皆様とぜひお会いしたいと思います。では皆さんお待ちしています。バリカタ。バリカタ TV をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。福岡勇の高橋です。西川です。さて、新商品の紹介をさせていただきます。こちら、勇ドライメッシュ T シャツ。ニューカラーグレーが出ました。定番の白、黒、グレーと3色ございます。これから暑い季節にぴったりです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。せーの、バリカタ。勝手な思い込みで物事を進めないようにやばい、はい、まずちょっと、あ、今のね、ちょっと福岡勇さん新作ですね。あの T シャツもなんとグレーが出ました。かっこよかったよ、うん、そう、新作続々入荷中と言ってました。グレー好きです。当日もあの、はい、ブース出しますのでよろしくお願いしますということで、はい、楽しみです。さあ、この前のね、あ、全日本大会、全日本、ちょっとごめん、途中から始まっちゃった、もう一回ちょっと戻すね。はい、オッケー。文京区東大のところかな、医学部にある文京総合体育館、あの初めて行ったんですよ。で、歩いて10分か15分って書いとったけん、よし大丈夫と思って駅から歩いていたら、めっちゃ坂が多くてちょっときつかったですね、この暑さの中。めっちゃ暑かったし、で、まあ、体育館ありました。はい、はい、で、まあ、コンパクト綺麗でしたね。はい、でこうやって見学、前日からちょっと場所見に行って、はい、で、まあ、当日キッズから始まったんですけど、中井先生いたんで、まずはね、1枚、まあ、10月はよろしくお願いしますという挨拶も込めて、ちょっと狭いでしょ、コンパクトに、まあ、キッズはちょうど良かったかなと思います、大きさ的に。ちょうどこれね、難しいんですよね、場所を作りするとき。自分たちもそう思うんですけど、角っちになるんですよね。 1,2,3,4,5,6 面あって、3面がね、角なんですよ。だからどうしてもそっち側の面になった人の応援がこう見にくい
ていうのがありますね、うん、こうね場所を作りするとき難しいんですよね。いろんな場所に合わせて作らなきゃいけないんで、これ開会式やってましたね。10時スタートやったかな、11時かな、キッズは結構思ったより早く始まっちゃったんですよ。開会式がすぐ終わっちゃったんで、でちょうど11試合目のこの渡辺指導選手がまだ駅から成田から向かっていたという状態で、もうタクシーで途中からもう来てギリギリ間に合いましたね。で1試合目戦いました。はい、まあ指導選手は去年の全日本準優勝なんで、今年はもちろん優勝を目指してきたんですけど、はい、最近はねちょっと野球とかもやってて、うん、だけどまあ後半は頑張って練習いっぱい来てくれたんで、まあ、とにかくもう指導に、あ、指導じゃない、指導に、指導選手に言うことは大体一本取れと、そう一本取る選手なんでこの子は、はい、もう一本取るか負けるかみたいな、いうような思いっきりのいい選手なんで、でこっちがお兄ちゃんなんですよね、ゆきと選手。今さっきのが弟で、うん、こっちで去年こっちお兄ちゃんガチガチに緊張しちゃって1回戦で負けちゃったんですよ。で悔しい思いしてて、でも絶対負けたくないよなって言って、ね、本人もそういう意識で頑張って、はい、初めは1本だから1本取ったんですよ綺麗に。で相手もこっち、うん、相手は黄色帯だったんですよね。だから黄色帯から1本取ってね喜んでましたね。それも決勝進出。そしてこっち、山田健太選手ね、山田兄弟の一番下、うん、初めは結構あっけなく勝ちまして、それがちょっとね決勝戦で悪い方に向かっちゃったんですけど、うん、まあ、まずこれ、ゆきと選手の決勝戦、相手レスラーでしたね。で、まあ、同じパラレストラー、千葉やったかな、千葉の選手で強かったですね。頑張ったんですよ、もう本当に頑張ったんですけど、最後ちょっと一本取られちゃって、まあまあ上出来です。そうお兄ちゃん、うん、よく頑張りましたね。去年よりはランクアップしましたね。でこっち決勝戦、健太選手の決勝戦、はい、そう相手はね強かったですね、グレイシーバッハやったかな、あ、うん、強かった。で日本のもう絶対健太選手にクロスガードさせたらダメだと思ったんでしょうね、うん、ダブルガードからアドワン与えてでも絶対下を譲らなかった、はい、で途中でいい勝負してたんですよ 2-2 の。だけどやっぱり最後ラペラを隠し持ってましたね。ちょっとラペラで巻かれちゃってね、最後、うん、ちょっとやられましたね。だけど準優勝、まあまあまだ来年もあるので、はい、いいものを持ち帰ってまた練習に行かせましょうということで、そうですね、はい、でいよいよ、まあ、キッズが終わって、次の日が大人のね選手権なんですけど、うん、結構まあ表ね、さすが全日本、あの表彰台もしっかりかっこよくなってました。うん、はい、そうです。だって健太選手の相手どっちも緑帯でしたもんね。大体緑帯って言ったら大体青アラルトの青帯ぐらいの実力はあってもおかしくないとよく言われてるので、はい、あ、どうぞ。そして全日本でカノン選手と小一郎選手で、あの原の兄貴も来まして挨拶して、また中井先生にまた挨拶して、はい、写真撮ってもらって、うん、結構ね待ち時間が長かったんですよ。もうカノンちゃんとか60試合目ぐらいだったから、まあ久々またあのイデファミリーね、はい、はい、どっちがお兄ちゃんでどっちが弟でしょうってね。いや、もうみんな分かってるじゃないですか。分かっとこ。分かってます、うん。これがあのハルト選手、自分この日初めて会ったんですけどね。あのオーバーリミットの選手ですね。札幌？うん。はい。はい。まあ、小一郎一試合目、相手は高橋選手、負けちゃいましたけど、ね。あ、そうそう、添田君とシュレックさんと、で安倍さんも来てたん で、あと高本選手。シュレックさん、はい、ファンなんです。あ、本当ファンだったの。はい。はい、で、この、で、そう、で、結局無差別で、アガタ・フランコ選手と、フランコファミリーの次女かな。強かったですね。だけど、まあ、カノンちゃんも頑張りました。あの、まあ、うん、堂々と、うん、胸を張っていいと思います。はい。世界のね。実力が分かっただけでもいいと思います。はい、はい、そんな感じ。まあこれ全日本のスライドショーでした。ちょっとあんまり撮った写真がないけどね、まあ順番にこう、うん、時系列で流れたんで、まあ、ちょっと説明しやすかったです。よかったよかった。あ、ごめん、俺あのエリさんのあれ USB ちょっとまだ入れてないけん喋って。あ、今ですか、うん、なんか喋って。あ、もうあの今日の紹介するビデオ言って。今日の紹介するビデオなんですけれども、バタフライスイープ。バタフライスイープについて、うん、あのご紹介させていただきたく、ブドウジェイク。あのね、先々週やったよね。
からずっと武道ジェイクのなんかテクニック、はい、そうですだけどね、分かりやすくて、うん、はい、聞きやすくていいよね。なんかその遂行しようとすると、うん、あのやっぱり一般的な大丈夫ですか？あ、大丈夫よ。一般的なあの、いや、いいよ、喋れていいよ。一般的なスイープだとやっぱりもう向こうも分かっているので、もしもし、あ、それが、あ、伊藤さん今あのバリカタテレビ生放送中ですけど、ほでいい、いや、もし何もなかったらいいよ、今全然放送中でも伊藤さんがゲストでということで。あ、時間ね、あ、じゃあやっぱり放送終わってからします。すいません、どうも、はい。8月11日とね、ちょっとスケジュールの打ち合わせの電話やったみたいで、はい、もう今映像さんほらもう入院退院してきたんで、もう時間いっぱいあるんですよ。よかったですね、はい、無事退院できて、はい、無事退院できて、全然元気でしたよ。よかったね、はい、うん、そしてごめんね、あのバタフライね、バタフライからスイープをしたいんですけど、うん、やっぱりもう一般的なスイープなども相手も分かっているので防御しようとするじゃないですか、うん、はい、その時の対処法などいろんなバリエーションがあるんですけれども、その中のテクニックの一つね、はい、それをじゃ あの見てみます、はい、ちょっと待って、ちゃんとオモプラータ、オモプラ、オモ、あ、オモプラータね、はい、バタフライスちょっと待ってね、今調整するね、もう一回端からいきます、一点消して、そしてもう一回いきます、はい、ゴー。Hey guys, tonight I'd like to share a butterfly sweep and a variation for when the sweep doesn't work. So, I want to get underneath Dane to sweep him. His hands are in the way, so I need to control the wrists. Now I'm moving in close, grabbing behind the head, switching to a tricep grip. What I would really like to do is fall to the side, come up, kick him over, and come to the top position. This is a very common sweep, however, so oftentimes my partner will see it coming. So as I enter and go for the sweep, Dane sprawls back. So now that sweep is no longer there. Now my free foot, my left foot in this case, steps on the hip. I'm guiding his head to the other side, switching my hips to the other side. I'm bringing my foot, my toes pointed down over Dane's shoulder. My knee is going to the ground. His arm is trapped. He has to roll here. Of course, he would try to come up, but my foot is pressing down on his chest. I use my free hand to come up. I'm crunching forward to keep Dane's hand trapped. Now my other foot comes over Dane's face. I grab my knee, roll up to finish a monoplata. You might think it's strange that I'm not controlling his arm with my hands, but I'm crunched forward so his arm is trapped. You try to pull this arm free, Dane, it's stuck. If I sit back, now there's room for him to free his arm. So I'm controlling him just by crunching forward. Let's take a look again from the other side. Dane's hands are the problem. If I move in, he's going to control my legs, start to elevate me, cause all kinds of trouble. As I come in, first line of his defense is his wrists. Now I can move in closer. Hands coming behind his head or an underhook, but behind the head's gonna be faster. Switching to a tricep grip, holding nice and tight, falling to the side, going for that basic sweep. Dane sprawls back, the sweep is no longer there. Now my left foot is coming to the hip. I'm guiding Dane's head away. I don't want him squaring up with me, causing me problems here, so I'm pushing his head away. Still controlling his trapped arm. Toes are going over his shoulder, my knee is coming to the ground, and here he rolls. My right foot is on top of his shoulder, stopping him from coming up. Now my left foot comes in front of his face. There's lots of options here, Google Pilates and other options. But for tonight, I'm reaching over, grabbing my knee, and raising it up towards the ceiling. We're basically kimuraing his arm. At real speed. And last time, other side. All right, guys, butterfly sweep to the monoplata. Thanks for watching. はい、あの武道ジェイク本当面白いね、あのものすごくいいテクニックです、はい、思います。今のもいろいろありましたけど、最後はオンプラタに持っていくあたりが、はい、そう、だいたい
まあ、基本的に教えるときファビオにして脇刺してフックして、まあね、スイープするんですけど、まあ、グラップリングで後頭部ポンと押さえてね、それで引き寄せていくっていうのもあるけど、やっぱそうすると相手がそう脇刺されてないんで、うん、頭を下げられても、うん、腰を引けるんですよね。ですよね。そうすると逃げられるときに、そうでそのまま行くかなと思ったら反対にねオンプラとしてひっくり返して決めるという、腰切って、まあ、その流れがいろいろバリエーションがある中の一つなんでしょうけどね、はい、もっといっぱいある。だから面白いなというか、これのシリーズあるのかなとかねなんかDVD にして作っていただけたら、うん、でいいですよね。それ全然、はい、いい本当に教則ビデオになると思います、はい。なんかそのドゥマウのほら協賛でなんかね DVD なんかいいですかとか言ったよ。はい、うん、ブドウシェイクさんの DVD とか出してくれると、うん、なんかいいような気がするんですけど、あるんですか？めちゃくちゃ、はい、めちゃくちゃある。在庫少ないって言わない。種類が、あ、種類、そう、いっぱい出しとるもんね。種類が、うんうん、充実バージョン、グラップリングバージョン、グラップリングあんまりない。グラップリングの方が最初充実ですごい、のめり込んだんですけど、うん、なんかやっぱりグラップリングの方が現実的というか、その、うん、掴むとこがね、うん、ないっていうか、だからどっちももちろんやれた方が楽しいです。2倍楽しめます。 OC 柔術で、はい、カリフォルニアにあるんですけども、うん、オレンジカウンティのそこで今 OC 柔術っていうと、はい、教えてます。オレンジカウンティングで OC、教えてます。インストラクターとしてね、はい、はい、ヨガも教えてます。ヨガもね、いやすごいすごい、なんかバリカタテレビで本当充実のコーナーがあるからすごいよね。皆さん学んでいただけると嬉しい、はい、もちろん武道ビデオズジャパンにありますので、武道ジェイクの DVD はブルーレイ、はい、オンデマンドも、はい、木村に特化した DVD だったり、あと合気道やってたからリストロック、うん、が得意、すごい、はい、ちょっとじゃあクーポンコードの説明をお願いします。はい、はい、どうぞ。バリカタをご覧の皆様だけにお得な情報です。商品を追加して、うん、チェックアウト画面に行きますと、右上にディスカウントコードの欄が出てきますので、そこにブドウ15と入力していただけるだけで、ブドウビデオズ .jp の商品がすべて 15% 割引でご購入いただけます、うん。この機会にあなたに合った素敵な技を検索して 15% 割引を使って、うん、そうです、はい、ぜひぜひいただけると嬉しいです。はい、いろいろありますので、あと、うん、こういう DVD を入荷なんかできないのかとか、うんうん、たまに質問していただくので、そういうのもどんどんそうね、ご質問いただけると、ブドウジェイクはねアメリカに住んでるからね、はい、すぐに行けるよね。もしその会社で取り扱ってる DVD もあるし、今から誰をねテクニックの作ろうかというのをオファーしやすいし、はい、はい、すぐ歩いていけるかもしれないしすぐ近くにいる人かもしれないし、はい、かもしれない、はい、ちょっと楽しみですね、これからのシリーズもよろしくお願いします。はい、だから最近のバリカタ TV だから本当充実してる人、そこの部分だけ見てもいいのでね、見てほしいですね、うん、バリカタ TV を好きな人は、うん、はい、好きな人は楽しいと思う、はい、今日は誰だろうとかね、はい、そうです、よろしくお願いします。はい、じゃあ次行こう。そう、やっとできましたポスター、解禁ってやつかな、はい、これじゃん、12月8日、8月11日ね、もう大抵強化したもうトーナメント表出ると思うんで、もう先にもう逆に12月8日エントリースタートっていう、イエーイ、そうスタートしちゃったんですよ。で8月にちょっとエントリーしてて出れなくなった人が、12月にスライドしてる人たちの名前がもうエントリーに入ってますけどね。だからドゥマウでそういうシステムもあるので、もうね、せっかくもちろん返金もできますけど、まだ試合に出るつもりがあるなら、結局手数料とかで引かれちゃうんで、それだったらそのままスライドしてもうお金払わずに
あの12月のエントリーに回した方がお得かなと思って、そういうことですね。はい、そう、今度は 4種類やります。明るくねって言って、そうそう、でこれはあのよっくん工房の写真を使ってます。右下、これうちのハルム選手かなと思って、初めあの坊主やったっけね、あのマスターの人かなと思ったら、このゼッケン見るとパラナカのゼッケンなんで、これハルムですね、中学生の。もうついにハルムもあのポスターになるぐらいになったかと。もう 家に飾っとけと言って、昨日ポスターあげましたよ。努力してる、はい、そこですね。最だから初めはもう負けしか、もう負けてばっかりだったんですよ、ずっと。やっぱと、うん、体がでかいんで、なんかやっぱ年上の人とばっかり当てるんで、やっぱ相手いないじゃないですか。最近はね、あのずっと勝って、この前大阪でも優勝したし、うん、もう最近ずっと負け知らずですね。素晴らしい、うん、すごいですよ、うん、やっぱその継続は力なりと字で言ってる、あの、まあ、少年っていうっていうか子供ですね、あ、中学生ですね。もうそいつも見習いなさいと。他に見習うところないのかって言うけど、いや、もう十分です。見習いたいと思います。はい、いっぺんハルムとスパーした方がいいよ。そうするとうえゲーって言って、もうプレッシャーが半端ないけん、ゲロ吐きますか。なんか今何キロかいな、68ぐらいあるじゃないかな。わお、中学1年で、うん、かなり重いです。っていうかね、プレッシャーのつけ方がうまいんで、あのいい練習な、大人の人はいい練習になると思います。あの軽量級の大人の人はミスったら抑え込まれちゃうんで、うん、そうですね、相手の体重をコントロールして、そう、重い相手だったら、そうそう、そこをコントロールするのが充実の面白さでもあるけどね。ですね、ちょっとこう自分のテクニックが通用するのかと、こういろいろやってみてください。できません。できませんって。それやらないとね。努力します。はい、よろしく。で、ちょっと見てみましょう。ジャバーも、あ、ちょっと見てみようか。そう、まあ、ちょっとまずキッズから見させて、はい、まだこうトーナメントはね出てないけど、もう用意はできてるって言ってたんで、で今回ちょっと少ない、やっぱ200ぐらいなんで、普通に始めちゃうとね、これ見て、予定ではもう4時前ぐらいに終わりそう。間に休憩も入ると思うんで、はい、そう、であと2面でやります。だから2面で片面70、70ぐらいかな。うん、うん、そう、だからこっち、まあ、3面でやろうかなという意識があって、もうちょっと増えると思うんだけどね。だけど2面でやるっていうから、ちょっとそうスタッフがね、そう3面用に揃えていたんで、はい、みんなで分かち合うしかないね。まあその分みんな体力の温存できるかなと、はい、みんなで協力しちゃって、ドマを盛り上げていきましょうって感じね。そう、怖いね。怖い。別の意味で怖いじゃろ。別の意味で。一応ちゃんと、ね、ここにあるのはね、対戦が、もちろん一人優勝の人もいるんでしょうけど、大体キッズはうまく揃えてます。一人の人がいないですね。いないね。今のとこ、うん、おお、うまい、うまい。ちゃんとバランスよくまとまったみたいですね。はい、じゃあ次、大人。そう、エリさんは、ねえ、一人のままと思ったけど、俺今日見た時点では二人おったけどね、対戦。いや、それが8月3日の時点でまだ一人だったから。うん、一人やったよ。だけど今日の時点俺見たけどね、ただ二人になったよ。え、でも帰られるのって8月2日までだったんですよね。いや、だけど結局その後に、もしほら帰るとか上がるって言ったの、別にエイソンさんが5日までに、あと5日まで変更期間があるっちゃけん。3日ぐらいあるっちゃけん。だからその間に、だから絶対あれよ、大人の方はちょっとね、一人優勝もあるみたいですけど、そう、だから、だけど、そう、やっちまった。オープン、無差別も大抵、あ、ここですね、ほら、あるやない。ディスティニーの、そう、だから鳥田エリさん、ほら、先週呼びかけよってん、そうなんですよ、私、アダルトに上がるから、お願いしますっていうことで、そうよ、呼びかけ、それで向こうが答えてくれたんよ。それで8月3日見ると、まだ一人だったから、あ、ダメダメ、今回はだからなかったことじゃなくて、5日まで変更できるんだから、それまでに連絡があったんよ、変更してくださいっていう。それでヒルソンさんが、ルスターの人やったろ、はい、がライトフェザーに来て対戦したんよ。で、勘違いしちゃった。だけどマスターワンになっとうよ。はい、私がマスター1に、あ、マスター2からマスター1になったということにするので、で向こうは当たるとから、あ、もともとマスター1やけどね。はい、それを重量をこう階級じゃない、ルースターからライトフェザーに
うん、上がってくれたんで、うん、エリさんはライトフェザーのままで待っとけばいいよ。そうなんですけど、ライトフェザーのまだ1週間あるけん大丈夫ですか、ね、いやっていうかやらんとダメでしょなんでその顔はだってやらんといかんやろ、相手に失礼やろ。もうもちろんです。うん、もう今日から絶食だ。いやいや、いや、あ、いやいや、そういう意味じゃない、もちろんです。いや、でも練習で落とせばいい。どうやって痩せようかな。何キロオーバー今ですか、うん、500ぐらいやろ。2キロ、2キロやばい。だってそんなの言い訳じゃん。だって3日の時点でなかったけん、私はもう一人優勝だと勘違いする方がおかしいじゃん。知らなかった。いや、知らなかったじゃないやろ。ムチは、あ、自己責任です。いや、もうだって試合までに体重を落とします。当たり前でしょ。当たり前です。はい、そうです、はい、ただ知らなかったっていうのでちょっと動揺が隠せなかった。知らなかったというか見なかっただけでしょ。あなたが勝手に思い込んでて、8月2日あ、で8月3日にいや、だからもう8月3日、いや、だから8月2日までがエントリーの最終日や、締め切りや、はい、そして3、4、5で確か変更期間なんよ。3日間あるよ、1日だけじゃないよ。だからだってここ回答よ、ほら変更締め切り日8月5日って書いてるじゃん。だからちゃんとこういうところを見ずによくみんな勘違いしてね、思い込みでやっちゃう、はい、皆さん気をつけましょう、うん、であとやっぱ全然見ない人が多すぎて、そして結局なんか勘違いの思い込みで言ってくる人がいる。で、そうギリギリで言ってくるんよね。だけど体重とかは自分でやらんとね、誰もやってくれんじゃん。誰もやってくれん。自分の責任です。そう、俺が自己責任絶食したらエリさんが体重減るわけじゃないからお願いします。いや、お願いされても無理って冗談です。そう、いや、もちろんもちろん大会内容のチェック、そうチェックね、ちゃんと階級間違ってないかとか、あのカテゴリー間違ってないのかってチェックして、でここでちゃんとリストが確定して、それからエイソンさんがトーナメントを作るんよ。ちょっとスケジュール掲載日8月だから、ちょっと早いよね、スケジュール掲載今作るよみたいやけ、今さっきそれで電話してきたんですよ。あ、でブラケット掲載でこれトーナメント用ね、これ一応8月同じ日やね。あ、今日6日今日6日です。でだからそうそう、だから昨日までのあれでやっと今日全部もう一回ダッとエントリーリストが確定するんよ。うん、次の日にアップするじゃん。じゃあもうエントリーしたら出るっていう覚悟は最後まで。いや、っていうか普通どう考えたってそれ普通じゃんってあ、そのため戦うためにエントリーしてるんやろ。はい、うん、あ、エリさんでもあのライトフェザーにあげてくれてありがとうございました。向こうはもう重い人とね、ワン階級でも重い人とやるけん、もう向こうはもうビクビクもんで来とうかもしれんよ。もうエリさんなんかもうすごいテクニシャンで、もう全然強いと思われとうけん、ボロボロ頑張ろう。さあ気持ちを入れ替えて、はい、頑張るしかないよね。はい、とりあえず体重をそして、あ、そうそうそう、忘れとった、ちょっと画面を戻したいけど、もうちょっと待ってください、すいません。このままずっと行きますね。で、まあ、ズマウ関西も、はい、新川先生が頑張っております。そしてぐーっとぐーっと9月10月ってあるんですけど、 ASJJF 九州はついにもうどこだ12月、相当4ヶ月先ここですね。はい、アダルトジュブナイル12月8日、新しいポスター出てきました。でこんな風にこう、そう、スライドした人はもうこっちに名前載ってるんで、はい、忘れないように、もうそれさえも忘れる人もいるかもしれないけど、はい、そうそう、おトーマス結局スライドしたんだな。ああ、そうなんですね、うん、トーマスさん、トーマス君、ほら、ほらアクシス効果の右田さんという人もスライドなのかな、それかもうエントリーしてくれたのか、ありがとうございます。もう12月はね、もちろんこれ以上の人数がで、農技もあります。あ、山田翔太くんね、相手がいなかったんですよね、山田くん、うん、そういうのもありまして、はい、ありがとうございます。戻りますね、じゃん、
今日一つ学びました。いやいや、学ぶ遅い。もうちょっと こっち行きますね。じゃん。せーの。ありがとう。マルシェ。そう、あのあトイロマルシェね。あの南。そう、あの俺の出発する8月2日に、自分なんとカワセミバスがうち家の前に停留所があって、うん、もう 家出たらそこからバス乗って博多南駅で新幹線から。博多駅着いてそこから空港という、 もう結構時間さえちゃんと守れればすごい、まあ、いいルートなんですよ。うん、で自分カワセミバスに乗るために朝の10時ぐらいに待ってたら、はい、ちょうどうちの向かいさんの、まあ、言っていいのかな、 Y さんがね、 Y さんっていうお向かいさんが向かっていて、はい、ちょうど車に買い物に行こうと降りてきたんですよ。はい、そしたら、あ、どこ行くとって言ったら、いや今から東京に行くのでって言ったら、あ、じゃあ空港に乗せてあげるよって言われて駅まで乗せてきてもらって、めちゃめちゃ早く着いたんですよ。だ結局早く着いたおかげで新幹線の相当待たなきゃいけなくて、そしたらそこのマルシェが合ってるのを気づいて、前宣伝したけどね、だからそうそう、それで写真とかいろいろ撮ってこれたんですよね。だから、まあ、逆に送ってもらって運が良かったと。そう、取材ができたからそう、その日ちょっと自分東京一軒もうちょっと行けない来れないんですよって、博多南駅、はい、ここ10分で行けるんですよ、博多駅に。春日と中川の間にあります。300円で行けます。だから、あれ250円じゃなかった？いや、今値上がりして300円でした。うん、でこういう、そう、初めてマルシェ、これあの明日水曜日は中川シティバージョンがあるから、これのまた話を詳しく聞けると思います。あ、美味しそう。うん、今食べ物見ないようにしよう、うん、そうそう、あ、帰りにラーメンおごるよいけないなら仕方ないな、もうせっかく竹林さんをそう、いや、ダイエット、うん、ダイエットじゃなくて減量でしょ、もう試合前なんで、そう、いろんな、一応ね、あの女性の方たちがいろんな、ね、出店をしていました。はい、器用な方が多いです。だから女の人がいたらみんな楽しい、ね、もういろんな、ほら、こういうね、女性のなんかこうアクセサリーからね、はい、いっぱいあったんで楽しいんじゃないかなと。なんか足裏マッサージなんかそういうのもあったな。リフレクソロジー、なんかいっぱいロゼット体験作るのかな。でこれミナパンさんね、うん、ミナパンさん忙しいんでね、なんか誰かに頼んでたみたいで、うん、いや、言ってくれと言われたんですよみたいな感じですげえと、はい、あ、これすごい美味しい、これ美味しい、500円ですよ、500円、めっちゃロコモコ丼、ロコモコ丼好きです、ハワイの。買っていこうかなと思ったけどね、ちょっと我慢した、うん、あれ、こんなのすぐ売り切れてると思います。ただ、うん、あのケーブルステーションもあって取材に来てたというね、うん、で 俺全然知らずにその間に皆さんバリカタお願いしますとかって言ったけどねいいと思います、うん、すげえと思って、だけどあの全然あの温かく迎えてもらって、あの今度これテレビで流しますって言って、ほらこんな風に写真も撮らせてもらったんで本当ありがとうございます。このマルシェはね、ずっとこの11月とかもやるって言ってたんで、はい、まだ大きいやつを、はい、言われてますよ、ぜ、うん、ぜひ協力させてください、はい、ありがとうございます。これなんだろう、あ、これ見と、いろんな写真撮って一応みんなもう心よく、あ、そう、ちょうど、はい、このね、トランスーツケースね、はい、タイヤが壊れたんですよ、ついに。ありゃ、あ、だから昨日あの片輪ね、ちょっとあのゴムがもうこうむにょむにょになっちゃって、だから東京でこうなかなかコロコロしなくてね、抱えても重さ、うん、でスポンサー様募集中っていうのがあって、これもまた明日詳しくします。そしてこれ、はい、あの北九州、北九州の鎌店、和田さんですね、あのパラエスラ北九州の和田さんがやってます、遠いな、もっと近くにあればねやってもらいたいんだけどな本当ですね、うん、引っ越してきてください。まあ、ぜひ近くの人はね、はい、行ってください。充実してる人とかいいですね、はい、充実家なので、和田さん茶帯だったかな、はい、よろしくお願いしますって感じだね。そしてカルペディウム、はい、全日本の話で、そう、4
知龍選手はね、1回戦が丹羽飛龍選手っていうね強い選手がいて、トモローは、長男のトモローは、アブダビでは勝ったんですけど、2-0で勝ったんですけど、知龍選手は逆に負けちゃいましたね。うまくやられたって感じで、最後もクロスガードでガチッと固められて、うん、もう 4-2 かな。クロスガードでガチッと固められた後どうなったんですか。もうそれでもう向こう守っただけだ。あ、もう相手に何もさせないように、だからクロスガードに入ポイントがもう入ってた。だから相手はだってクロスガード割ってパスしないと勝てないやろ、うん、で4対2のままなんで、あ、はい、もう2分でも3分でも、はい、少々マイナスアドバン食らったって、はい、だからクロスガードに入っちゃダメなんですよ。しかしで入ったら入ったでね、またどうとかしなきゃいけないですけど、だって勝つことが前提ですよ、全日本は。やっぱり勝ちたいです。はい、そして今回九州勢だから、あのパラ中のキッズは結構みんなメダル取ったんですけど、大人の九州勢がやっぱちょっと惜しかったですね。一人優勝した人がいたような気がするんですけど、はい、ちょっと面識なかったんでわからなかった。そう、鹿児島から梅田君も行ってたし、だからいい試合してましたよ。あの、はい、高本さんとかとめっちゃいい試合してたし、あと誰がいたかな、 T-REX のワッキーとか、そう、中村選手もいたし、そう、まあ、小一郎も負けちゃったんですけどね、一コケで、はい、あ、あと添田君も準優勝だったな。トーマスに負けた、はい、トーマスさんに負けた。あ、カルペディウム、福岡市博多区冷泉町ですね、10-26です。はい、久留米も盛り上がってるみたいで、今日台風ね、大丈夫だったと思います。そうそう、で長崎じゃん、はい、キッズ募集中、あの4月からねキッズクラスも作ったみたいなんで、もし長崎の方、お子さんをもしよかったら長崎の方によろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、英語読みしようか、俺から読んだ方が、今日はじゃあ俺から読もうか。はい、はい、はい、いきます。はい、9月29日 CDBJJ CXBJJ ね、CX よね、岩国市総合体育館で CXBJJ と藤田獣医師主催のブラジリアン獣医師大会 CXBJJ 岩国インターナショナルチャンピオンシップが開催されます。道着部門に加え農技部門キッズあります。特色としては岩国基地関係者の、まあ、なんか米軍関係者基地の、はい、軍人さんとかね、大勢参加することでしょう。地元からも多くの猛者の参加を見込んでいます。ぜひ遠方からのエントリーもお待ちしております。ちなみに7月14日までもう過ぎてる、これ先週も言っちゃった、ごめん、はい、はい、まあエントリー募集中、何かわからないことがあれば気軽にご連絡ください。どうぞ。 CXBJJ and 藤田柔術 will hold the annual CXBJJ 岩国 International Championship at the 岩国 Sports Complex on September 29th, 2019. This tournament will showcase your grappling skills against one of the best in the US and Japan. See you guys!On the mat! ん? Okay. はい、アーリーバードは言いませんでした。はい。あの、もう、日にちが過ぎてたので。あ、そう、ごめんね。いえ。はい。そう。パラエルもライブあるみたいなんですけど、ちょっと古いのしかなくて、すいません。まあ、チームサプライズもあるし、アナロジクスもあるのかな。はい。情報コーナーでした。それではちょっともう時間が。早っ。じゃん。じゃんじゃん。ね、今週来週ちょっと番組編成が変わります。もちろん明日は明日水曜日であるんですけど、そう、バリカタ TV ドゥマオ九州よ、前夜祭。はい。はい、もちろん土曜日からちょっと実験的にというか、まあ、毎年、ね、毎回やってるけど、そうですね、はい、ブースも作ったり、はい、会場準備があるので、はい、それとあと放送テストですね。それも含めての1時間やります。はい、時間は一応これ予定なんですけど、この時間ぐらいやったら放送できるやろうということで、あのもちろん、会場を作ってるので、あの汗流したいとか会場でちょっとどんな感じか見てみたいという人は、あのぜひ道着を持って遊びに来てください。
あの木山県、あ、木山県じゃない、佐賀県木山総合体育館ね。はい。で、あとブースも準備はしてます。もうあの前も前日にね。はい。エリさんは当日？当日ですね。当日持ってくる？多分試合も出ない関係ね。そうですね。うん、ちょっと。前日に荷物だけでもポンと置いてくれればね、ベストなんやけどね。自分たちはもうお昼ぐらいから向こうにもう機材とかモニターとか全部持って準備して、あの帰って、うん、また明日の次の日の朝早く行く。8月11日の朝行きます。まあそうせんとためよね、はい、コンディション、はい、そして11日が本番。この時はもう生放送、もう朝から9時から、開会式からずっと終わるまで沼尾九州の本番をやります。夏の陣のね、バリカタ TV、うん、これはもう生放送です。ただ今回ちょっ と,、人数が少ないというか、だけど2面でする分カメラはバッチリ大きく見えるんじゃないかな。1面2面で1画面に2面見せるので、そう。ただ解説する人がいない、今度からみんな別の仕事しながらやってるので、カメラ固定のままやっちゃう感じかな。自分がうまく受けば、その今何試合目とかね、はい、今誰々選手がやってますって言えるけど、まあ、表彰式とか始まったら自分もちょっと動けなくっていうか動き回ってると思うんで、ちょっとそれはもう当日いろいろ決まると思います。はい。だけどなんか遠くの人は見れるので、知ってる選手とかね、友達とか、はい、お父さんとかね、うん、まあ、お孫さんとか、だからぜひバリカタ TV チャンネル登録よろしくお願いしますっていうことかな。お願いします。そう。そして明日水曜日が中川シティリミテッドエディション、そして今週の土日でバリカタ TV のドマウ九州前夜祭本番があって、で来週がねまた違うんよね。ちょっとここには書いてないですけど、うん、火曜日は普通にあります。はい。そう、13日火曜日、お盆突入ね、13日、はい、で、その日に 森先生復活。あ、うん、やっぱスペインにずっとなんか勉強しに行ってたみたいで、ちょっとまあそういうスペイン話聞きたいですね、うん、スペイン行ってみたいですよ、うん、で普通なら14日の水曜日に中川でやるけど、その日はしない。なぜかというと、私が14、15と宇佐に行くので、はい、宇佐でやりますっていうことは、15日、木曜日の15日にやります。それも宇佐の、うん、なるゲストハウスさんって言って、あ、まあ1回だけしたちょっと短い30分やったことがあるんですけど、そこで、バリカタ TV できるので、ちょっとやろうかなと。でもちろん妄想おじさんも一緒に行きます。はい、そうです。でもうだから一泊しちゃうってことね。14日の日に行って、うん、楽しそうです。15日行くと、そうで放送もしちゃおうと、まあ、どんな風になるのか。なるゲストハウスさんを民宿をね改造して、シェアハウスを、シェアハウスっていうのかな、なんていうの、ホステルみたいな。そうですね、うん、海外とかから、まあ、ゲストハウスかね、だから単純にやってて、はい、でまあいろんな国の人も来るんですけど、うん、なんか夫婦で 100国以上なんか旅行してるので、すごいなんかそのお話が面白いっていう、うん、なんかいろんな国の話を聞けるっていうのは、うん、大丈夫ですかいろんな国の話が聞けるというのが、これちょっと番組的にも面白くなるんじゃないかなと。うん。そして、まあ、ナルゲストさんの、なんかな、サービスとか、こういう場所にありますとかね。大丈夫か？はい。ここはカットでお願いします。できません。だから、ちょっと、これこうも面白いんじゃないですかね。バリカタテレビが逆に動いてるっていうね、動き回る、中川に行ったり春日に行ったり宇佐に行ったり、うん、九州呼ばれるところにはどこでも行くというバリカタテレビですからね。いいですね。はい、ちょっとこれも面白い試みかなと思ってます。こんな感じかな。そう、じゃあちくりんさん、はい、ちくりん大橋店にラーメン食べに来ました。すごい美味しかったです。お腹いっぱいで今日は7杯挑戦できなかったんですけど、次回また美味しい美味しいラーメンを挑戦したいと思います。よろしくお願いします。大橋線から歩いて2分なので、皆さんぜひ竹林大橋線にラーメンを食べに来てください。他にもメニューいっぱいあります。
よろしくお願いします。せーの、バリカタ柔術手がない はい、竹林大橋店さんです。南区大橋 1-1-17 西鉄大橋駅東口より徒歩2分、すぐ着きます。もう大橋駅で降りちゃえばもう竹林に行けるということで、うん、はい、とても美味しいラーメン屋さん。そしてドゥバウでもまた協賛してくれて、はいはい、ちょっとまだ取りに行ってないんですけど、大抵入賞者の何人かにお土産用の竹林ラーメンをプレゼントできる予定です、はい、お楽しみに。楽しみにしてます。キッズとかね、めっちゃ好きみたいで、まあラーメン好きにはたまりませんね、うん、はい、リダ、あのリダハイサムさんも充実期じゃなくてラーメンが欲しいと言ったぐらいのラーメンです。いや、本当美味しいです。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。そう、協賛の話をしたい、はい、まあもちろん武道ビデオズジャパンさんもしてくれるし、はい、あと福岡勇美さんももういただきました、ありがとうございます。そしてそう、バーアークさんで、バーアークさんね、ちょっと考えた、今回ちょっとエントリーも少ないし山が多くないので1本、そして12月にもう1本、ちょうどクリスマスっていうかね、こう、はい、だから分けた方がいいかなと思って、うん、だからやっぱチャンスは黒帯の方になると思いますけど、もうそれは仕方ないかなと思ってます。さすがにキッズのね山にねシャンパンやってもね、うん、子供ビールぐらいならいいけどね、うん、だから、あとそれぐらいかな、うん、まあもちろん協賛なんかうち出すよっていうとこあったら出してくださる方ご連絡ください。大募集中ですね。 Facebook の方に直接ご連絡いただければいいんです、うん、はい、直接私にでも全然大丈夫です。よろしくお願いします。まあ選手の人たちが頑張れるというかね、うんうん、まあ、12月はまだねもっとすごいことになるかもしれないですけど、はい、で出店もここ一番さんとかちゃんと飲食ブースもロビーに行ってて、で暑いので一応氷屋さんも呼んでます、はい、だから熱中症に気をつけて、はい、氷食べてください。はい、食べましょう皆さん。うん、そう、脱水症状になったらどうしようもないんで、エリさんもね2人できっと減量でヘロヘロとは思うけど、いや、水分の取れすぎなんですかね。いや、取っていいよ、水分は。熱中症気にしすぎて。水分は出るじゃん。熱中症しすぎてっていうと。熱中症を気にしすぎて。あ、気にしすぎてあまり取らないようになっちゃったみたいな。あ、気にしすぎて水分取るようにしてるんですよ。うん、水分は最低。年になると飲んだ分出ると思うよ。うん、だといいんですけど。はい。まあ、いっか。まあ、いっか。まあ、うん、落ちればいいよ。落としてちゃんと試合に出れればもう何も問題ない。Love ramen, barikata.
はい。だからあのフルバージョンできたね。はい。はい、楽しかったです。そう、明日はねこんな感じ。8月7日水曜日バリカタ TV 中川。明日はね夏休み子供スペシャルって題して、あの妄想おじさんが小学生の子供の質問をすべて受けると。お。私も言っていいですか？いや、言っていいよ。小学生の。言っていいよ。うん。めっちゃ聞きたいこといっぱい。電話してきてもいいよ。いいですか？うん、LINE で。あの、聞きたいんですけど、って言って。はい。それはいいよ。コメントでもいいよ。あ、コメントでもいいでした。コメント。あれ？コメント。どれかな？見てない、大丈夫。バークさん、見てない。はい。お忙しいですね、うん、なんか常にちょっと電気クラゲも動き始めたもんね。はい、ね、だからアジアのなんとかフォーラム、あのレッドカーペットそう歩くみたいなんで、うん、ちょっとまたちょっと情報が入るかなって感じかな。世界にあの素晴らしい映画がどんどん、そう、あの、あ、映画の話で思い出した、あの映画っていうかね、まあアメリカのテレビドラマなんやけど、エリさん知らんかもしれないけど、もし知っとったら、あ、知らんやったら見た方がいいよ。アマゾンプライムで、まあ、全然いいよね、言ってね。あの、自分も紹介、人に紹介されてね、見始めたんやけど、ザ・ボーイズっていうドラマ、あの、あるんよ。あ、見たことない。あの、ヒーローものでね。だけど、すごいブラックコメディ。お、だから、18歳以上、視聴禁止。R 指定が入ってるぐらい危ない。ザ・ボーイズ。ちょっとグロい。グロい。うん。だけど、まあ、大人の自分たちには、うん、面白い。だから、ね、エリさんも、まあ、好き、そういうの好き、ブラックコメディとか好きならおすすめ。あ、なんかよくアベンジャーズとかあるやん。でもヒーロー人やない。私無理なんですよ、アベンジャーズ。あ、まあ、本当？だからアベンジャーズが無理な人は逆にそっちの方がいいかもしれない。あ、そうなんですか。うんうん、結構ダーティーな世界を学べる、なんか何かしら自分にとってプラスになる映画が好きです。うん、まあ、これそれはもういやプラスになるというか、ただまあ楽しめるというか面白いし、うん、やっちゃったよみたいなね。ちょっと見てみたいと思います。まあ、ちょっと1話だけ見てちょっとついていけんと思ったらやめた方がいい。それぐらい1話からちょっと衝撃的なシーンが始まるんで、そこはちょっと俺はそう、これはもう見る人を選ぶなと思ってるので、もう絶対小学生は見てたらいいかちょっとでもチェックしてみたい。もうあの心が歪むかもしれない。はい、はい、あ、もうじゃあもうちょうどいい時間になっちゃったんで行きましょうか。はい、ちょっと待って、今日セカンドカメラ使ってないんで使わして。ほら、なんとすごいことになっちゃったやばい。はい、行こう、どうぞ。あ、もうバリカタ、うんうん、せーの、バリカタジュース、来週も見てね。来週、まあ明日もあるけどね明日も見てね。お疲れ様です。